the freedom of expression。 どうも、ディランゲのカールです。ザ・フリーダム・オブ・エクスプレッション、今週も始まりました。ジョーさん、タカさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですけども、今、ジョーさん、はい、お願いします。まあね、先週の今年一発目の内容がうんこの話だったんでね、この番組は振り幅がいろいろあるんだよということで、ちょっと真面目なニュースをお届けしたいと思います。まあ、これは去年の12月結構話題になったニュースで、皆さんご存知の方も多いと思いますが、ナイキ CM に批判殺到というニュースでございます。ナイキジャパンが作成しました PR 動画、動かし続ける自分を、未来を、 The future isn't waiting が、批判を受けているというニュースでございます。こちらの動画再生回数の方なんですが、同社が公式 YouTube サイトで約100万回、まあ、これは去年の12月の頭現在ということになるんですが、その中で日本人ユーザーのものと思われる批判のコメントが寄せられています。まあ、そのほとんどがいわゆるネット右翼と呼ばれる層によるもので、日本には人種差別は極めて少ない、よってこの CM はけしからん、日本に朝鮮人差別はない、あったとしても理由があるから、ナイキは反日企業だ、もう買わない、朝鮮総連が日本人拉致に関与している事実をナイキは知っているのか、などといったコメントが多数を占めています。ちなみにこの PR 動画なんですけど、主に3人の少年少女が登場します。その中の一人が在日コリアと見られ、チマチョゴリ姿でうつむきながら街を歩く様子や、おそらくそのエスウニシティが理由で学校でいじめに遭っている様が描かれています。反在日コリアを金貨極上とする日本のネット右翼は、おそらくこの部分の描写が気に食わなかったのではないかというふうに分析されております。要約するとナイキの CM に対する反応というのは、日本には欧米のような人種差別は極めて少ないのに、ナイキの PR 動画ではあたかも日本でも欧米同然の在日コリアに対する人種差別が行われているような風潮を想起させて、日本全体のイメージを貶めているというものであるという、そんな分析もされていますというニュースでございますけどね。これは私も動画はすぐにニュースになった時に拝見はさせていただきました。決してこのコメントにあるような、僕はなんていうのかな、そのコメントってちょっと的外れじゃないのかなというのをまず一つは思いましたし、もう一つは、日本人はその差別は極めて少ないということで、その朝鮮人に対する、差別ではないということですけども、僕自身は、在日の友達結構いますけども、やっぱり彼らは小さい頃から非常にこう学校とかでやっぱ差別に遭ってるという現実があるので、ただ差別があるのは別に日本だけではなくて、いろんな国でもちろん差別があるので、日本だけが差別がある国だということではないですが、少なくとも僕は日本においても差別はあるというふうな認識はしていますけども、この CM をどう受け取るかというところだとは思いますが、これでも CM 趣旨としては、こういう、差別があったりとかして、それを、どうするっていうんですか、打破するとか、そのスポーツによってそうなんか変えるみたいなことなんですか、ね、そのナイキだからね、そうですね、CM の意味があるわけですよね。だからCM を見てると、その差別に遭っている少年少女たちは、あるスポーツをそれぞれやっていて、そのスポーツで輝くことで、自分で未来を変えていくというか、というような趣旨なんですよね。差別はあるけども、何か自分のやっぱ輝くものを見つけて、そこから世界を変えていくというか、この殻を破っていくというメッセージ、メッセージの内容にはなってますね。なるほど。カールさん、いかがですかね。そうですね、そう言われてもおかしくないものまでも作ったのは間違いないですよね。そうですね、だから言われるのはもう間違いじゃないですよね。そうですね、これはナイキとしてはおそらく意図的にこういうものを作ったはずなんですよ。別にこれさ、わざわざやっぱりその、在日朝鮮人の方を主人公にしてるわけですから、そういうことをやめましょうっていうポジティブなメッセージを
発していく、まあ、あるいはスポーツによって、まあ、きっと、まあ、それはスポーツに限らずだと思いますけど、人は何か夢中になるものとか輝くものがあれば、そういった差別を、まあ、乗り越えられる、何かを生み出せるんじゃないかっていうメッセージでやってると思うんで、っていうことなんですけどね。ただこのちょっと伝わりにくいですよね、でもね。まあね、そこがね、ポイントとしてやっぱそっちを挙げられちゃうと思うね。うん、確かにこれね。まああと僕はそのちょっとマスコミの反応も微妙だなと思ったのは、まあ、こういうニュースが出るとすぐ CM が炎上してるみたいなことを言ったわけですよね。僕からしてみるとこれ炎上っていうか、まあ、このどっちかというとコメントも見たんですけど、ほぼほぼな言いがかりに近いというか、もうなんて嫌がらせに近いようなコメントなんで、なんかこうそれをもってしてこの CM が炎上してるっていうことになると、なんか CM 自体が問題があるみたいなこう受け方にもなっちゃうので、僕はこれはもうはっきり言ってネット右翼による、まあなんていうんですか、もう嫌がらせに近いような内容コメントにしかも見れないので、でおそらくですけど、いろんな人がみんなそう思って書いてるっていうよりも、その一部の団体の数人がアカウントを変えてこう書いたりとかしてるっていうことも考えられるので、だからこれをもって炎上ってただ言ってしまうと CM、まあ、この CM 問題だよねっていう風な見方になることも、メディアの取り上げ方もちょっと違うのかなって、僕からしてみるとちょっとほとんどなんていうのか、言いがかりに近いようなところなのかなという気はしますけどね。でもまあその言いがかりができるってことも分かって作ってる、うんうんうん、だからまあどういうところをまあ狙いなのかがちょっと見えにくいかなと思いますけどね、うんうん、なるほどね、うん、まあ、例えばその何ていうんですか、まあある本当に世界的に活躍してる選手がいて、まあ、その人が主人公だったらまあ分かりやすいじゃないですか、そのストーリーというか、なんかその抽象的な人がね、ものがその 3人いるから、なんかぼやっとしますよね、うんうんうん、とは思いましたけど、うんうん、そうそうそう、うん、そう思う、なんかどういうことが言ってるのか、なんかあんまりわからない感じでしたね、俺は。なるほどね、うん、まあ、その辺に批判を呼び込んでしまう余地があったというか、まあ、批判がどうとかいうよりも、その、うん、もう CM 自体が、うん、なるほど、どういうことを言いたいのかなみたいな、なんかちょっと分かる人もいるんでしょうけど、僕はあんま分かんなかったですね、うんうん、まあ、今のところ別にこの動画は閉鎖されてないはずで、まあ、今でも皆さん見ようと思えば見ることができますので、気になった方はぜひ動画をチェックしていただいて、まあ、なんか感想なりがあればコメントに書いていただければなと思うようです。確かに、なんかね、その靴の性能とかは別にアピールしてるわけでもないわけですよね、うん、例えばラケットはホームランネットはすごいっていう、分かりやすいね、目的がないから、なんか、まあ、まあ、でもまあこれでいいんじゃないですか、なんか議論すればと思うんですけど、うん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 、まあね、うん、そういう機会ができるっていうのはいいですよね、うん、そうですね、うん、まあそういう一つのきっかけに、はい、CM、この CM の議論もいろいろあるんですけど、うん、ナイキの靴ってかっこいいですよね。来ましたね。皆さん持ってます？ナイキの靴。僕持ってますね。持ってますよ、俺も。あ、俺ここ最近買ってないな、ナイキの靴。僕もずっとナイキ履いてました。お、もうジョーダンが好きだったんで、バスケ。あ、俺もジョーダンが好きです。いわゆるバッシュね。はい、あのちょっとローテクのやつでしょ。ローテクってなんですか。ローテクってあのいわゆるこうエアマックス系じゃないやつでしょ。まあそのエアとか空気とか入ってない、入ってないやつでしょうね、あれですよ。いや、エアマックスいいですよ。エアマックスが何なんだ。エアマックスが履きやすいし疲れないですよ。あ、違いますか皆さん。いや、まあいいじゃないですか。あの、それ否定してるわけじゃない。確かに、はい、神はエアマックス派。神はエアマックスです。昔ほらエアマックス狩りみたいなのがありましたね。ありましたね、めっちゃ流行った時、90年代ねえ、はい、神ももしかしたら買ったのかなと思う。買いました買いました。あ、狩られたんですか。狩られたわけではない。買ったはないですよ。買ったはないです。神何エアマックス狩りしてたの。買ってないですかね。正規に買いましたよ。あ、そういうことですね。びっくりした。神もやってたのかなと思って。全然神じゃねえじゃん。今も抽選でしか買えないとかあるんでしょ。そうですね。あ、そうなんですか。いまだに人気のやつはね、うん、エアマックスとかは、
たりするんですよ、冗談とかも。あ、そうなんだ。そういうのは紙は買わないですけど。あ、そういうのは買わない。そういうのは買わないです。あ、普通に並ばずに抽選とかせずに買えるやつを買ってる。そうです、そうです。もう何十万とか何百万とかプレミアついてるのもありますもんね。あ、そうなん。コラボ商品とかなると。まあ大体渋谷の ABC ですね。うん、ディオールとコラボしてるんですか、ナイキ。100万ぐらいですよ。ありますね。革靴でもなく。渋谷の ABC ストアがいいですよ。いいと思いますよ。確かにね。いいと思いますよ。カフィ、だね、そこで買ってんだ。たくさんありますからね、渋谷の ABC は。そうですね。ABC が。ありますね。いつでも買えますし。まあ確かにいつでも買えますね。もう最近買ってなかったもんな、スニーカー。スニーカーのイメージないっすか。ないですよ、ね、もう管轄も基本革靴しか履かない。マーチンって感じですよね。マーチン、ドクターマーチン。もう去年番組もやらせていただいたんで、ドクターマーチンのもうそこからドクターマーチンお世話になっております。今年もよろしくお願いします。戻っちゃう。じゃあみんなで買いに行きますか。スタートね。いいっすね。買ってアマゾンでも買ってますよ。え、その前はアマゾンで買いました。アマゾンで買ってんだ。アマゾンとかでもすごいなんか変なパクリの靴とかありません？靴はないなぁ。なんかないかな。この前のナイキのそのエアマックス、ナイキエアフォースワンとかないかなと思って見てたら、まあ、すごいパクリの商品、なんか安いと思ったら2000円ぐらいで売ってるんですよ。1万2000円ぐらいの靴。安いと思ったらなんかもう本当にまあナイキじゃないけどニケみたいな感じになって。あ、でもそれドクターマーチンのパクリもあるんですよね。もう全くシルエット一緒ですごい安かったんですよ。2足で5000円とかだったんですよ、うん、で俺え、こんなに安いんだと思って買って届いたらもうなんか全然ダメなやつで、うん、そうそう、見た目は一緒なんですけども革も全然多分合皮で、うんうん、うわこれうわーとか思いましたね。ブランドでも今あの偽物みたいなのを作ってたりする、ね、そう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 、フェイクグッチとかね、フェイクっていうやつを本物で出してるわけでしょ。そうそうですね。これもすごいですね。このあなんか発想の逆転というか、うん、パンチ効いてますね、うん、フェイクっていうの。まあじゃあ、はい、そんなとこですかね。はい、じゃあ今年もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。どうぞ。